石川純だ。ああ、サークル台だ。ああ、ちょっとゴンゲンさんが見える。ゴンゲン山、はい、サークル台です。サークル台だ。ああ、サークル台だ。これ戻ればいいんだ。周辺マップ、こっちが権現山で、こっちが皿倉山。今登ってきたのはこっちのからこう登って、二の出会い、こう登って皿倉平へ行って、こう来て野外音楽堂通って、ビジターセンター通って、こうで現在地と、こういうことになってます。皿倉山はよくお見えになるんですか？そうですね、もう 何回も毎年お正月には、あの1日登ってきたりします。コースはどういったコース、いつも同じですか？最初登った時はあのロープのとこから登ってたんだけども、ロープの横から登ってくる、あの交際の森とかいう、あのいや中取るコースじゃなくて、一番ポピュラーなやつですね。あの自動車道の横を行くやつ、ね、正面ですね。そこ登ってから、あのその後はあのなんだっけ、その神社から登ってくる高見神社、権現通って、あそこ登って、今日は、池のところで行けなくて、河内から登って、あの東河内登山道、そうです。あ、私と一緒だ、あの皆さんトレランですか？あ、今日はランニングです。ただランニング、はいはい、トレランの大会がなんか近々あるって聞いてたんです。それ25日パドリー出る人、
サントリー、あ、今回エントリーしてないね。エントリー誰もいないもん。いや、取れらんかなと思っちゃって、うん、こう皆さん一緒なんで。たまには行くんですけど。どういったお仲間ですか？これはランニングの仲間です。あ、会社かなんか？あ、いえ、全然関係ない。バラ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 です。あ、ちょうど今日はこのサラクラ登る、走って登る練習会で。ああ、サラクラも時々は来られてるんですか？はい。ああ、今日はどのルートで登って来られました？光彩の森のコースから。光彩の森ね。はい、はいはい。よく来られるんですか？たまにですね。今まで何回ぐらい？もう登山始めたのはまだ最近なんで。あ、カメラやったんですね。10回ぐらいです。10回ぐらい、はい。今日はどちらのルートから登るになりました？交際の森。じゃあこっちと正面から来られたってこと、はい、よくお見えになるんですか？いや、3、4回目です。3、4回目。地元の方ですか？そうです。サラクラ山よく登られるんですか？いや、久しぶりです。久しぶり。久しぶり登られてどうです？うわー、そうですね。結構昔変わりましたね。小学校とかそこら辺で。あ、それ以来ですか？来た感じ以来ですね。ああ、はい、ちょっともう地元離れてから久しぶりに来たから。結構。どちらに今？今はあの小郡市です。筑後の小郡ですね。久留米の。あ、こちら手前の。はい。で、今日はどういうあれで？今日は目的で。目的は、まあ、うちの父が亡くなったもんで父がよくサラクラ山登ってたからですね。ああ、まあちょっとそれ兼ねて、ね、一緒に、ね、はい。今日はコースはどちらから登ってこられました？何ですか？花尾さんの麓の。花尾さんから回ってこられました？はい、そうですね。鳴水西登山口かなんか。鳴水西、なんかあっちの方へ。強盗さんは通らない？あ、通ってなかったですね。花尾さんの方から。はい、そうですね。はい、ありがとうございました。いえいえ、しまして。今日はあの何度目ぐらいですか？もう数えたらもうちょっとかなりなるけど、久しぶりに今日上がってきました。そう、何年目か、何年ぶりかで。コースはどちらを取ってこられました？国見輪コース。国見輪コース。ああ、そうです。はい、ありがとうございました。はい、はい、これが九州地図。九州自然歩道リテーズですね。現在がサラクラ山、自然歩道はこう通って、ジャバル通って高千穂、こう通ってサイトバル、霧島、それでずっと行って佐多岬、ね、途中で別れればこっちに来るね、南阿蘇。